本場高知県のよさこいチーム、ホニアは第1回大会より参加している。第15回大会でのフォトコンテストの最優秀作品。毎年、横祭踊りも,ももちろん、多くの写真家が撮影に来場する。先週よさこい A じゃないか祭りは、大阪府泉佐野市で、毎年10月に開催されているよさこい祭りイベント。主催は、一般社団法人にぎわい夢作りプロジェクトへ。 えじゃないか祭り実行委員会。2004年からスタートし、毎年開催されている。出展、財政難の煽りを受け、地元の花火大会や市民祭り等が相次いで中止されるのを憂い、地元選手に熱気、活気、元気を取り戻そうと、泉佐野市を拠点に活動する、よさこいチーム、選手総理や踊り子隊の呼びかけで、にぎわい夢作りプロジェクト実行委員会が、 発足される。明治維新改革期によ直しを求めて発生したと言われる、A、えー、じゃないかに象徴される踊りのパワーにあやかり、A、えー、じゃないか祭りと名付け2004年10月17日、第1回先週よさこい A じゃないか祭りから群衆の縁が開催された。第15回大会より開催、仙南市にあるイオンモール臨空船南店において、 店内と駐車場に分けた2会場で開催を行う。A ジャナイマ祭りの本番。中心に複数の会場で開催され、参加チームは最大3カ所で演舞を行う。会場はリンクータウン近隣のショッピングセンター等となっており、シャトルバスで移動することができる。毎回メイン会場が設定されており、グランドフィナーレとしてイベントの締めくくりが開催される。毎年、 コーチヨサコイチームの方に、矢がゲスト出演を行っている。各会場での演舞ごとに、出演者の中から一人個人賞を決定する。該当者には、寄札がかけられる。本祭の前日夕方より、メイン会場のみで開催される。抽選会が開催されたり、コスプレでのヨサコイ演舞など本祭では見られない、イベントがある。また、大抽選会もあり、 先週地域の特産品が商品として出品され、中には開催地である泉佐野市長との会食券というものもある。本イベントにて開催される写真コンテスト、前夜祭り、本祭、または関連イベントの写真を投稿することで参加できる。発表と表彰は泉佐野市にあるショッピングセンターイコラモル泉佐野にて開催。また、第十四回開催部により、 4モールリンク優先点でも展示を実施する。運営には数多くのボランティアの協力がある。毎年ボランティアに支給される T シャツは年度ごとにデザインが変わる。デザイナーは広田恭子氏によるものである。エベリーバッド A じゃないか作詞、作曲ネオ会場にいる踊り子、観客、スタッフ全員がステージに上がれる総踊りで使われるよさこい曲の一つ。 振付 DVD は A じゃないか祭り事務局にて購入することができる。タオルで A じゃないか泉佐野氏がタオルの発祥の地ということから、ナルコの代わりにタオルでも踊れるよさこ一曲。ナルコバージョンもある。みんないたんだ作詞、作曲詞の両平 A じゃないか祭りのグランドフィナーレに流れるバラード曲。ありがとうございます。